こんばんは、MSTV ニュースの時間です。今日は四輪の話題をお伝えします。トヨタモーターノースアメリカ株式会社は、6月21日、ファイブドアハッチバック、トヨタ GR カローラにサーキットエディションを設定しました。単造カーボンファイバールーフとバルジ付きフード、 フロントとリアにトルセンデフ、トランスミッションは6速マニュアルを装備しています。搭載されている排気量 1618cc の水冷直列3気筒 DOHC12 バルブエンジンは GR ヤリスよりもパワーアップしており最高出力は300馬力6500回転、最大トルクは370ニュートンメートルで 3000回転から5500回転を発揮します。米国での価格は、42,900ドル、現在のレートで614万円ということです。なお、日本への導入に関しては明らかになっていません。以上、MSTV ニュースでした。 お疲れ様ですまた北米がですね、はい、マニュアルですよ、あの最近のアメリカ人はマニュアル好きですね俺もあの前にインテグラを、はい、確か取り上げましたよねタイプ S でしたっけ、インテグラをニュースで取り上げた時も、なんとえ6足マニュアルこ、これか、6足マニュアルしよう、チタン、ホンダの大好きなね。ででもなんで こんなにマニュアル好きになったんでしょうねというね。ねここ最近のアメリカはちょっとホットですよね。うん、ホットだしやっぱり、うん、なんだろうなガスリン車イコール趣味のものに。あの映画でワイルドスピードとか流行った、うん、ううヒットしたじゃないですか。はいはいはい。はい、ああいた影響すごくあるんじゃないでしょうか、ね。いやもちろんね,ねあのあそこから本あのなんていうかな日本の国産の車ってものすごく高騰して,、はい、騰して日本の あのいいスポーツカーがどんどん北米に持っていかれて、はいね、日本にいい車がなくなっちゃったっていうかね日本の大事な車がなくなっちゃったってね全部ねこれ、まあ、MR2 とかだって俺だってすっげえあの時買い求めてたのにどんどんなくなっちゃっていいのがいいのがなくなって、はい、まあそうは言っても探してはいますけどね。シビックだってそうですよです、ね、タイプ、R、とかかなんか 全然なくなってる。その数年前まではまだね、うん、あったんですけど、今いいのか残ってないですよね。そうですね。うん、そうそういう影響からなのか <laughs> マニュアル、うん、<laughs> これこれ GR ヤリスだったらわかんないけど、GR カローラでカローラなんですよ。あのファイブドアになりますから、やっぱり一つワンランクちょっと大きし大きくして行、ねうん、かないとまあアメリカ人がの乗っかれないのか。か日本では、うん、あのカローラスポーツ はいはい、っていう形でベース車両は出てますけど、はいはい、車両重量がい千1380キロくらいなんですよ、これだけあのパワーアップしてるんで、うん、まあ補強もしてるでしょうから、はいはい、もう少し重くなってるんでしょうね、うん、4WD ですしね、そうです、ねうん、まあ、それでもね、やっぱり北米仕様で出たってことは、日本にも、はい、まあゆくゆくやっぱり来るのかな。 ね、来て欲しいけど、GR、ヤリスがありますから、ね、そうですね、うん、まあそれは国の大きさによってなのかもしれないけど <laughs> でもかっこいいってかっこいいですよねはいなんか一つね、うん、やっぱり迫力はありますよのホンダの、まあ、さっきインテグラだったら日本だとシビックで行ってますからね、はい、でもそれもちょっと似通ってきてますけど、うん、あの何だろうなやっぱ北米からその趣味性の高いものが発祥して、はい また日本にやってきてき、うん、日本もそれを頑張ってやってるといつか、えー、10年後20年後、はい、今度はさらに日本がそれを進化させたバージョンを、うん、またアメリカがですね、まはい、あ面白そうなことやってたじゃんっつって、うん、持っていくみたいなねいつもねでも発想はやっぱりアメリカかからなのかなのっていうねそうですねまああの,あのこういった類のスポーツカーって、うん、こうヨーロッパ車を結構日本って。 参考にずっとねずっと参考にしてきてて、ねうん、でも日本人はそれをこと細かく必要にに何かこう開発し続けて、はい、いいもんになってって、うんえー、どっかねアメリカヨーロッパがそれをこうなくなった時点で、はい、あ面白そうなことやってるなってってまた、まあ、引き継がれていくっていうねそれはねまあ、そのワイルド・スピードとかっていうのはねもともとは本当は向こうの文化を日本人がアレンジして、はい、それを見た。 アメリカがそれをなんか面白く発想するというね、はいうん、そうやってまあ引き継がれていくのかなと思うと、まあ、日本のモーター文化も捨てたもんじゃないですよね。そうですね作ってるのも日本ですしね。で今電気電気って言われてる時代にこ,こういうなんていうのかなトヨ,トヨタとかホンダが楽しみを提供してるっていうのかな。みんな電気一択で どうすんのっていう時代にいまだにそれもマニュアル<う>相変わらず言いたいけどマニュアルですよね今ね6足のね、うん、だからマニュアルじゃなかったらもう電気でいいんじゃないかっていうね、はいえー、そう大体さ電動にマニュアルが厳しいよねそうですねあれ相性どうなんでしょう電,電動でマニュアルってあったっけい<や> <laughs> 別にいいや別にマニュアルにしなくても全然いいはずなんだけど、はい 要は電動化していくとマニュアルなくなっちゃうから、うん、今楽しめっていうあでもクラッチ切れないとサイトターンとかできないじゃないですか、うん、そうそうだ遊びができないってことだから、うん、要は車とかバイクをスポーツする乗り物になかなかしづらいというエンジンといえば、うん、今まであのエンジンこれ以上作っちゃいけませんよみたいな風潮ありましたけど、うんはいはい まあ作,作り続けるのもしょうがないかなみたいな雰囲気に変わってきたでしょうそうもうそもだってインフラ整わないなっていう思、ね、いトヨタが言ってるみたいに、うん、その共存していくはい、はい、あとハイブリッドで。っていうことの方が現実的じゃないかなという流れじゃないですか。うんうん だけど世の中は本当は電気電気にゆくゆくはしたいのにトヨタがこういうことをやってホンダがインテグラマニュアルで出してみんな遊べや遊べっつってまだガソリン車いけるぞ。ただ雰囲気的にははやっぱりガソリンはあの趣味の 乗り物にになっていいくという,ふうにねただその趣味まで取り上げる必要はないんじゃないかというね今あるうちはそういう意向がちょっと俺はこのニュースからは見られるかなというねまあそんなところをねちょっとあの皆さんにお伝えしていければいいなと思いましたなんかねもう写真もねこれもうサーキット行ってくださいってすよねまあこういう遊び方の提案車両を売る時点で すでにこのサーキット遊びっていうものを提案してるっていうこと自体がもうなん、ね、だろうな趣味の良いものけ、ね、これリアシートの上にこういうタイヤラックをつけちゃってるわけでしょ、うんまあ、タイヤラックを多分つけるバージョンって <laughs> あのトヨタの86もそうでしたからね 86も狭いながらもタイヤ4本うまく入れられますっていうおフれで売ってたんですよ、最初から。だからサーキット行って遊びましょうよみたいな売り方をしたんだけど本当にこれ、4本ね、3本はたぶん大体入るんですけどもう1本どうするんだろうなって言ったらこの辺に積むとかそれもそういうやり方をねちゃんと見つけてサーキット行って遊ぼうぜみたいなね。女とこ 一緒に行行ききしななけれれればてるそはね連たいだからこういう遊びの提案というかね車両を発表する時点でこういうことをもうするっていうこと自体がいやトヨタはやっぱり俺はすごいなホンダもそうだけどねホンダはもうちょっとおとなかしかったんですよこのまあもうちょっと上級グレードになるんじゃないですかやっぱりそうちょっとだからホンダはまだなんつうんだろうな うん、格好をつけてるというかねそう、まあ、サーキットこれでガンガン走行会行きますかって言ったら、うん、やっぱりちょっとこう<や>高速道路とかねあの街中をスーッと流す楽しくって、うん、その楽しさはもうトヨタの方が俺はもうさっきって行って。 遊ぼうぜみたいなねそういうノリがちょっとすごい本おはちょっとあの年齢層も大人を狙ってるんじゃないですか、うん、逆だと本当は逆だと思うんだけどねでもこれ価格はね全然ね、うん、あの年齢層高めを狙ってるようにしか思えませんけどね、うん、確かにねいくらでしたっけ日本円で約614万円。1十四万だもんねちなみにこれのサーキットエディションなんですけど米国には森蔵エディションがあるんですよ モリゾエディションはトルクがさらに太い。ええどうやってやってんだろうね。どうやってやってるのでもあの二百九十五ニュートンなので、あのとにかく暑いんですよ向こうのカローラが。本当ですね。あのモリゾウさんは一時あの米国でめっちゃいじめられて、あの本当に全米国メディアの目の前で謝らされて、あの泣き そうなってるところを思うとあそこから立ち上がってすごくそのトヨタファンっていうのがね、はい、改めてできるっていう雰囲気がねなんかすごく俺は印象に残ってるんだけど、ねうん、一時はもうトヨタたたきじゃないけどねいばらの道でしたよねうんほんとほんと、うん、それをよくぞこうやってあの北米味方につけて遊びの提案してって社長がやっぱりモータースポーツ好きっていうのがね、はい、よくできたなっていうね。うん やっぱあの,の、うん、総一郎さんとかが生きてた時のホンダっぽい感じがちょっとありますねやっぱり、うん、まあホンダ総一郎さんの方がやっぱすごかったけどね行くだけ行く F1、ね、行くぞマント行くぞ、はい、何から何までやってっていうのがそれがやっぱりこう一つになっていったけど、まあ、トヨタもやっぱりトヨタ昭夫社長の時代にモータースポーツをやっていくのがどこかそのアメリカ人にちゃんと、うん。 浸透しファンが増えて、はい、トヨタだったらマニュアルだろうみたいなそうですねあちょっとありえない話トヨタだったらマニュアル社だろうみたいな <laughs> めちゃめちゃありえない話ですけどこれ見る限りなんか、うん、ね,ねそういうふう,う風になってきたんだなっていうのをねうん、うん、ちょっとね受け止めていですかこれいや多分そうでしょうだとこれマークついてセンターマークついてるしそうですね まあ GR バージョンだから、もうそういうとことんいっちゃってますね、ぜひね、日本導入も期待したいところですね、そうですねちょっと高いんですけど、でも GR やリスだってね、結局はああやって売れてってるし、タイムも出ちゃうしね、ジムカーナーでもね、活躍してますよ、そうですね、まあまあ、皆さん、ぜひ期待していただければと思います、北米でもね、トヨタ、ホンダ、頑張っていただければと思っております。はい え本日はですね、えー、トヨタモーターノースアメリカで発表された、えー、トヨタ JR カローラサーキットエディションについて取り上げてみました。はい、それででははままたお会いいいい。しましょう。いいですか、はいと